はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。で、結局夜の間は、別のことをしてました。というのもちょっと石がなかったんで、石が欲しいなと思ってちょっと採掘を頑張っていました。で、まあ一応ある程度できたんで、ちょっとその前にフォージ1個ぐらい作りたいですよね。なんだっけこれ、ベローズ、これでいいのか。木が必要なんだね。これでいいのかな。よし、これで不意語が作れます。12かな。そうだね、3412。革12個も必要なんですね。結構このフォージュのレシピ上がりましたね。レシピというか、なんていうの、この材料が必要なんで、あれあったと思ったんだけどな、これ。まあいいや、これから作ろっか。あるじゃん。フォージ作りましょう。ね、石。あ、ストーンも必要になったんだね。そう、ストーン頑張って掘ってたんですよ、夜の間。ちょっとね、面白いことがあったんで、それも、この後に説明しようかな。どうしようかな、フォージどこに置こうかな。ここ多分、ストレージ気味になるでしょう。もうここ全部ストレージにしちゃおっか。そしたら、ここ多分料理でしょ？いい場所がないな。ここにするか。あ、ミスった。石はもう拾えるんだ。ここにフォージ置いちゃいましょうか。よし、ここフォージします。で、なんだっけ、クレイじゃなくてコンクリートミックス。コンクリートミックスだから、コンクリートのモルドが必要。セメントモルドか。粘土が必要。石28あったある程度できるかな。できてくれないとちょっと困るよね。椅子とかどうしよう。適当ここ詰めとくか。とりあえずいつか整理しましょう。できたかな。あ、ミスったミスった。これで取ってなかったけど、さっき。何分？14分。まあ、結構できるんじゃない？よし、これでいいね。あれ、残り俺投げちゃった。よし、そしたら、手付けはもう入れといて。コンクリートあと1個しかないじゃん。でね、夜の間、採掘してたと言ったんですけど、あー、ちょっとごめんなさい。言ったんですけど、だいぶ頑張りましたよ。ここから伸ばしたんですけど、全然あれなんですよね。石が見当たらない。ということで、掘りました。だいぶ掘りました。結構掘ってったら、石が無事見つかりました。もう諦めてた頃にね。ここから石なんですけど、多分この下ね、全部石です。こっちちょっと土あるんですけど、間違って掘っちゃった石をもう土で埋めました。せっかく掘った石だったんで、ちょっともったいないんで、これもね、多分この下全部石です。なんで、もう石に困ることはなさそうですね、ここまで掘ってしまえば。で、だいぶ家から離れちゃったんだけど、まあいいかなっていう。で、鉄はどうなんだろうね。もしかしたら見つかるかもしれないし、ないかもしれないし、これ何とも言えないよね。俺はもうないもんだと思ってやろうかなと思ってますね。多分出てこないでしょ、石なんて。石じゃない、鉄なんて。だからまあ、石が見つかっただけでもよしとして、と
これでもコンクリートも作りたい放題なんでね。あとシンダーブロックがちょっと足りなくなるかもしれないけど、シンダーブロックじゃない、なんっけ、ジャベルか。それはまあどうにかどっか外で回収してくればね、あの市の町とか行けばいくらでも落ちてるから。バイクもあるし、集めようと思えば多分集めれるでしょう。なんでどうしよっかな。死んだブロックいっぱいあるはずなんだよね、どっかに。あったあった、ジャベル202だって。すごい量あるね。コンクリートはこんなあったっけ。逆だね。上ゾンビいるな。さっきコードみたいな音してたけども、めんどくさかったんで放置してたんですよね。あいつか。あ、2匹いるやん、2匹いるやん。よし、ここどうなるかな。フェラルホード守れたらいいけどね、無事。守れなかったら地面ボッコボコにされるからな、ほんと。それは嫌だよね。どうしよっかな。危ねえ、これ掘ったら崩れるんじゃね。大丈夫か。どうしよっかな。ここに壁作る予定なんだけど、迷うね。壁作って2段目は2段目はやっぱりあれかな、鉄格子だね。でこの外はどうしよっかな。つかこれこのままやったらあれじゃね、落とし穴、落とし穴っていうかあれ作れるんじゃね。掘り作ってるつもり全然なかったけど、ここだったら簡単に作れちゃうな。掘りは前回ので飽きたから今回やる予定なかったけど、よく考えたらこう掘り作りやすいな、この砂だったらザクザク掘れちゃうもんな。うわっ、いってえ、びっくりした今。びっくりした、だいぶ食らうわ。怖いね。落石注意だよ、落石注意。転がってくるし、なんか今回からしっかり。ほんと怖いわ。だったらほんと簡単に掘り作れるな。掘り作っちゃうか。で今回フェラルホード終わったら掘り一回埋めればいいかな。よし、あ、ちょ待って、これこの明かり壊されるのは困るわ。壊されるの、うわ、いってじゃあフォード来てるんだって。俺フォード来てるからフォード止めたいの。待って、どっから来てる、見えねえ。あ、来てる。めんどくせえな、だいぶ多いなやっぱり。なんて言った、あいつ、横から行こっか。もう全部おいで、全部相手してあげよう、こんだけだったら。犬もいないしね。あ、下手にうちの要塞壊されるの困るし。あれ、
あ、ちょっと。まあ、いっか、あいつは。多分見えないし、ちょっと拾わせてね。よし、あれ、よしじゃね、全然よしじゃね。もたれかかったマシンだった。そうだな、これ回収しとこうか、ちゃんと。あ、しまった、しまった。せっかくの貴重な資源だもんね、砂漠における。ああ下手。左からも落とした気がしたけど、全然どいつかわかんない。なんかやっぱ左もいるな。あ、いっぱいいる。ああ、そりゃそうだ。ダメだね、胴体3発か、めんどくさいな。あ、今の入ってないかな。やっぱホードめんどくさいね、ゾンビ多すぎるわ。ゾンビどう考えても多すぎるわ。あ、なんか殴ってるし、向こう。終わったかな。犬が来ないからね、全然全然ありがたいわ。だってこの間に鉄もいっぱいできてつやん、コンクリートもできたでしょう。よいしょよいしょ、コンクリート、コンクリート。あ、52、心強いね、こんだけあればいいわ。52か、でもまだ足りないっちゃ足りないんだよね。これどうしよう、どうにかして守れねえかな。あ、これピラーなんだ。あ、じゃあコンクリートピラーにこれ作り替えちゃおっか、頑張って。そうしよう。そしたらどうしよう、まずは上まで木の枠を伸ばして。うわ、木が貴重だな。3度でいいか、3度で伸ばして、で木で囲って取り壊ししてみようか。あ、木2個あるね。3度なんちゃらで囲って、あ、いいのあんじゃん、これでいいや、これでいいや、これで。で、そしたら、どうやんの？ピラー、コンクリート。コンクリートランプピラー。あ、これか。6でいいのかな？何個ぐらい必要だろう？ 1、2。あ、結構必要だな、これ。1、2、3、4、5。あ、結構必要だわ。うん、これぐらいでいいかな。よいしょ。こんなもんかな。怖っ。
怖いな、これちょっと。怖いけど、いっか。これ大丈夫か？大丈夫か？怪しいな。怪しいときはこうしてから置くか。これ置いたらどうなるんだろう？置けないだろうな、きっと。多分。置いて壊れたら嫌だな。置いて壊れたら嫌だな。どうしよう。ちょっと待って、これ草で、草で地面作っとくべきだったんじゃない？まあ、いっか。置けないで。置けない置けない。なんで。あ、これやっば。落下死とかあり得るコースや。落下死とか全然あり得るコースだ。結構これで降りるか。よし。ちょっと草、草で。軽く。こっちに草いっぱいあるんだ。よかった。食べな、ご飯。ご飯じゃないね。薬使わないと。で、なんだっけ。ピラーはいいとして。ああ、違うよな。ファイバー。これだ。なんで。3個しか作れないし。まあこんなもんでいいかな。よし。これで。どうしよっかな。こっちにしとこっか。どこ行った。よし、こっちだな。どこ行ったっけ。あと一個。よし、よし、これでいいかな。これでいいかな。こっちも置いとくか。あ、置けねえ。あ、めんどくせえな、これ。こういう感じかな？うわ、大工事だな、これのためだけに。ここまでやってダメだったら、ほんとアウトだけどな。これちゃんとくっつけれるか？よし、いけた。まあ、これダメならダメだわ。あ、どうせだからもう一個までやっとくか。くっつけた瞬間壊れたりして。よし、これでいい。これで、ピラを壊す。ダメでした。残念だったな。なんだよ。いけてもいいじゃん、鉄に。鉄につか。ちょっと HP 回復しようか。ほんと残念だったわ。あ、水分ねえし。あっ！回収するタイミングミスった順番。結構時間かけたのにね。これ保存計画できないのかな、やっぱり。つか根元、根元ちゃんと繋がってたんだね、あれね。そっか、根元に。無理なのかな。ってことは、今やるのはあれはあれだ。根元一本残して、気にしてけば、守れるかもね、こいつは。しかもなぜかさ、
ちょっと待って。鉄が出てきてるんだけど、これ。これはもしかして錬金術できるんじゃないの？今の動画見てもウッドピラーだよね。ピラー、あ、もう一個作らないとダメかな。あ、分かった分かった、これでいけばいいんだ。これでこの上にウッドピラーを置いて、あれ、ちげえな、太さ全然ちげえな、こんなもんじゃなかったし。ダメや、何だったんだろうあれ、ウッドピラーでもなかったのか。何だったんだろう、あのアイテム、あの棒は謎だね。石もうちょっとやるか。そして燃料が何分、3分、これぐらいかな。よいしょ、コーヒーが入ってるね。水分取りに行ったんだよ。ドリンク、食べ物食べちゃうか。ベアいいね。そしたらこれと、どこ行った？あったあった。でも鉄のフレームはいらないから片付けようか。鉄のフレームと、あれ、これ違う、こっちだ。鉄のフレームと、あとなんかある？特にないかな。よし。コンクリートピラーとか使わねえじゃん。あとでなんかに使えるかな。18時か、ちょっと遊びすぎたね。あの、ピラー作るので遊びすぎたね。というわけで、今回もうちょっとやって終わろっかな。あ、よかった。これはバグじゃなかったね。どうしよっかな。とりあえずまあ、この壁は確定してるんで、この壁は作って、ミスった、なんか捨てちゃった。ゾンビがいるね、ゾンビ倒しておこうか。そしたらこれも壊しておこうか。じゃない、俺もういっちゃうかも。おこれ避けないと痛い目に遭うもんね。怖い怖い。というわけで今回ここら辺で終わろうかな。で次回は、夜なんですけど、まあ強行突破してみましょう。強行突破というか強行で作っていきましょうか。ちょっとコンクリート
余裕できましたんでね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画を見てください。セシカでした。